はい、ありがとうございます。先ほどまでは中島さんがなぜ国際協力に興味を持ったのかみたいなところのきっかけから、大学時代何してたのかっていうお話をお伺いしたんですけど、はい、ここからは大学卒業してどんなところで働かれてたのかっていうところをお伺いしようかなと思ってまして、はい、実際アフリカ縦断したじゃないですか、はい、その後大学院に行くのか、はい、もしくは就職するのかみたいなところの選択もあると思うんですけど、はい、どういう道に進まれたんですか？大学院とかは僕アカデミックは全然大学は勉強しなかったんで、あんまりそっちは行かなかったんですけれども、はい、企業の中でいうとどういうところに行こうかなみたいなところを考えていて、うん、いわゆる就活時代みたいな時は外資系×広告代理店みたいなところをテーマに探してましたね。そうなんですね、はい、ちなみになぜ広告代理店だったんですか？当時カナダから帰ってきて今の現職の会社でインターンをしていたんですけども、うん、その中で関わっていた人ですごい面白い人がいて、はい、その人のクリエイティブにも考えられるしロジカルにも考えられるみたいなのがすごい憧れで、それをどうやって身につけようかなと思った時、その人が広告代理店出身の人だったんですよ、はいはい、代理店に行けばそういうことが考えられるようになるのかなみたいな感触な考えて代理店をもともと志望してましたね。あ、そうなんですね、はい、じゃあ実際代理店も応募しました、はい、実際行かれたところはどこだったんですか？実際に行ったのはメルカリです。あ、メルカリだったんですね、はい、メルカリって広告代理店ではないですか？そうですね、違いますねちなみにじゃあ広告代理店はうまくいかなかった感じですか？代理店には一回受かりました。就活は実は代理店で終えました。いわゆる就活期みたいなの。なるほどなるほど、はい、じゃあ受かったんだけれども、はい、その選択をしなかったってことなんですか？そうですね、4年の6月には代理店で就活終わったってなったんですけど、もしかしたらこれ違うかもっていうのを少しずつ悩み始めて、はい、なんでそう思ったんですか？ベリーフィフティのインターンでフィリピン行ったりとかカンボジア行ったりとかっていうところでソーシャルビジネスをやってるプレイヤーみたいな人たちにいっぱい会う機会があったんですけれども、そういう人たちに出会う中でこの人たちすごい一生懸命でかっこいいなっていうのをすごい思っていて、一方でじゃあなんか自分が代理店に入った時にシャンプーの広告とかを結構やるような会社だったんで、うんはい、街中のシャンプーの広告とか見ながらこれ作るのに一生懸命なれんのかなみたいなのすごい思っちゃって、はい、一生懸命やらないと成長もしないし、うん、これはまずいんじゃないかっていうのを思って自分がもうちょっと頑張れるところを探そうというところで、はい、もう一回就活をし直したっていうのが背景としてありますね。そうなんですね、はい、それでメルカリに行こうと思ったのはどういうきっかけだったんですか？当時4年の10月とかですかね、はいはい、になってたんで、そもそも就活からしたら遅いですね。そうですね、もう選択肢がそんなにあるわけじゃなかったんですけども、はい、企業みたいなところが結構募集をしていて、少なくとも自分が使ってるサービスにしようみたいな。なるほど。シャンプーとか興味ないですか？俺自分何使ってるかも知らないしみたいな世界だったんで、それよりは少なくともちゃんと自分が使ってるサービスをやってるところにしようと思ってメルカリが入ってんなっていうのと、 LINE とグラブとかインドネシアの会社とかも受けた中でメルカリがたまたま縁があって、優秀な人が多かったんで、ね、当時はここなら成長できるし一生懸命やれるなっていうのを思ってメルカリに行くことにしました。そうなんですね、はい、実際メルカリ入ります、はい、その後具体的にどんなことされてらっしゃったんですか？メルカリではですね、新卒入ってからメルペイ、当時決済サービスの立ち上げ機でまだローンチしてなかったんで、あれの立ち上げチームに入ってやってました、うん、なるほど。具体的にポジションはエンジニアとかではないですよね？プロダクトマネージャーですね。へ、プロダクトマネージャーって具体的に何するとか？もう、ソフトウェア開発3つしかなくて、デザイナーとエンジニアとプロダクトマネージャー、はい、なるほど。プロダクトマネージャーが機能の経済合理性だったりとか、こういう画面にしてここのボタンをタッチしたらこういう画面にするみたいなのを考えるようなところでやってました。そうなんですね、はい、じゃあいわゆるエンジニアとかデザイナーの人たちをうまくマネジメントしてビジネスとしてユーザーに使ってもらうためにはどうしようかという視点で働かれてたと考えてたんですね、はい、ありがとうございます。実際その経験って今までもしかしたらやったことなかったかもしれないですけど、はい、難しいところって多かったですか？めちゃくちゃ難しかったですね何が一番難しかったですか？当時のメルカリの新卒採用っていうのが新卒採用っぽくないというか、はいはい、新卒でも給料が全然違うんですよ。中途採用的なやり方で新卒採用をしていたので、新卒研修とか当然ないし、新卒同期もみんな IT 界隈でインターンしてましたみたいな、ダイバーでインターンして DNA でインターンしてメルカリ来ましたみたいなやつらが多かった中で、自分はなぜか IT バックグラウンド全くない中で放り込まれたみたいな感じの、周りと比べた時の圧倒的な知識の差とかスキルの差みたいなのをまじまじと感じていたのが最初はめちゃくちゃ辛かったですね。そうですよね、 IT のバックグラウンドがない人が IT 業界に入ると、はい、ワードが何言ってるか分かんないです。いや本当そうですねAndroid iOS なんだそれみたいな、はい、そこのベーシックなところからも分かんないですもんね確かにね。じゃあそこをどういう風にキャッチアップしていったんですか？もがいてもがいてみたいな一生懸命やりつつでしたけど、うん、一番大きいきっかけだったのはマネージャーが途中で変わって、変わった時のマネージャーとすごい相性が良くて、僕知識もスキルもないですけど背中を支えてもらいながら行ってこいみたいな、前線に出してくれるような感じで、僕もなんか一生懸命がむしゃらになりながら知識を獲得して、はい、少しずつ対等にみんなとやれるようになっていったって感じでしたね、はいはい、なるほど。じゃあそこで IT スキルも学んでいった、はい、具体的に何やってるかは正直エンジニアに聞けばいいけど、そうですね、そこをマネージメントするために必要なベーシックな情報っていうところはもうそこでキャッチアップできたって感じですね。そうですね、なるほど。メルカリに入って
てメルペイで事業されてたと思うんですけど、一番嬉しかったこととかってあります？1年間かけてメルペイのローンチっていうのをやってたんですけれども、自分のチームが担当した機能が出た時、実際にお客さんに使われたのを見た時には、あ、使われたみたいな。確かに、ね、あの嬉しさやっぱりありましたね。確かに実際自分がやってみて、自分が作り上げたんだよなっていうのを感じられるのは確かに面白いですよね、嬉しいですね。なるほど。実際じゃあメルカリには何年ぐらいいらっしゃったんですか？4年と10ヶ月ぐらいですね。あ、そうだ、はい、そっからどこに行くんですか？そっから次はワッシャに行きます。アフリカに、はい、ちなみにワッシャってどういう会社なんですか？ワッシャはですね、タンザニアを中心にアフリカの電気がまだ通っていない地域に太陽光パネルとそれで充電ができる LED ランプライトっていうのを持ってって、貸し出し事業をする、要は電気が通っていない地域に電気を持っていくみたいな事業をやってますね。じゃあいわゆるまだインフラが整ってない地域に電気が通るようなシステムを持っていくような、はい、そうですね。ちなみにそこの企業に興味を持ったきっかけだったんですか？もともとメルペイのローンチが終わって、なんとなく一区切りしてた感じもすごいあって、落ち着いてるなみたいなタイミングで、メルペイのやってた決済事業みたいなのがそんなに面白いかって言われると、個人的にはもういいかなみたいな、プロダクトドリブンというよりはマーケティングドリブンみたいなところがあって、次を探してるタイミングでたまたまバッシャの社長と会って、どうしようかなと思ってるんですよねみたいな話をしたら、じゃあうち来るみたいなこと言ってくれて、当時バッシャも採用すごいしてたんで、なるほどと思って、アフリカへの挑戦みたいなのはいずれしたいなとは思ってましたし、バッシャ結構アフリカの中でも面白い会社だったんで、じゃあちょっと行こうかなと思ってもう決めちゃいました。あ、そうなんですね。ワッシャーはアフリカで事業を行っている会社では有名なところですね。そうですね。ちなみに従業員って今どれぐらいいらっしゃるんですか？現地メンバーが200人ぐらいですかね。そんないるんですね、はい、日本メンバーは？日本メンバーがその当時で10人から15人ぐらいですかね。そうなんですね。実際メルカリからワッシャーに入りますよね、はい、ワッシャーに入ってからはどんなことをされてらっしゃったんですか？ワッシャーではですね、当時新規事業って言うとあれですけど、 LED ライトを一般家庭に貸し出す事業と、もう一つ漁師さんたちに貸し出しをする事業っていうのは2つあって、僕はその漁師さんに貸し出しをする事業の方のそこの事業をなんとかするっていう役割で入ってきました、うん、なるほど、はい、実際漁師さんに LED を貸すってなんで貸すんですか？タンザニアってビクトリア湖っていうアフリカで一番大きい、はい、湖が接しているんですけど、ビクトリア湖で行われている漁として夜中に船を出して湖畔に行って湖の上にライトを浮かべてですね、そのライトにプランクトンが集まるんですよ、はい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 、そのプランクトンのために魚が集まってくるので、それを囲い網で囲うっていう両方があって、はい、そのプランクトンを集めるためのライトを貸し出しするっていう、はいはい、そうなんですね、はい、ちなみに漁にも参加されたって感じなんですか？はい、しましたね。実際それ1回で何時間ぐらい待ってどれぐらい取れるんですか？日によるんですけど、はいはい、夕方5時6時ぐらいに出て、うんうん、朝6時ぐらいに帰ってくる、12時間ぐらい。そんないるんですか？はい、いますいます。大量の日とかはバケツ20杯とか、はい、マジ？ちなみに大きい魚を取るんですか？すっごいちっちゃい魚です。シラスみたいな魚を基本的には取りますね。え、それバケツ20杯ぐらい取るんですか？はい、取ります取ります。すげえな。じゃあ実際それってバケツ1杯いくらとかで売られるんですか？大体バケツ1杯シーズンによるんですけど、うんうん、1000円から700円ぐらいですね。そうなんですね、はい、じゃあ1回の網で12時間ぐらいかけます、はい、でその12時間でマックス20杯取るとしたら、はい、1バケツあたりは1000円なんで、はい、それのかける20で2万円ぐらい、そうですね、感じになるってことですね、はい、2万円だったら現地で言うと結構かなり大きいお金ですね。大きいお金なんですね、はい、なるほど。ちなみに僕の中ではアフリカでビジネスするなんてめちゃくちゃ困難なことばっかなんだろうなって思ってるんですけど、はい、困難なことばっかでした？困難なこと多かったですね、やっぱり一番何が困難でした？いろいろありますけど、一つは従業員との文化の違いというか、例えば時間の感覚とかも全然やっぱり違うじゃないですか、はい、確かに日本人来てって言って来た試しがないみたいな、そうですね、とかやっぱり日本人の感覚だとすごいイライラしちゃうみたいな、実系とか言われながら俺今アフリカにいるんだなって自分に言い聞かせながらやるとかはありましたし、あとやっぱりなかなかお金払いがいい地域ではないので、みんなお金がたくさんあるわけではないので、そういう人たちに価値を理解してもらってちゃんと使ってもらうみたいなところに説得する時間がかかっちゃうとかはビジネス的には難しいところだったなと思いますね。なるほど。ちなみにワッシャーでタンザニアで事業とかされてて、一番これは頑張ったなみたいなところあります？当時の漁師さん向けのビジネスっていうのはまだ立ち上がり期で全然売り上げが上がってなかったところを、ちゃんとチームの人数を増やしてとか、ライトの数を増やしてとか、商品の設計とかを変えながら、値段を変えながら、どこが一番フィットしてどこが一番ビジネス的にいけるのかっていうところを探して伸ばしていったみたいなところは現地の声を聞きながら苦労しましたし、でもなんか一番成功したポイントだったなっていうのは思ってますね、うん、いや確かにそうっすよね。市場調査っていうところから、いつ貸し出すか、何個貸し出すか、どれぐらい在庫持ってたらうまく回るかみたいなところから、はい、価格設定どうしようかみたいなところまでを管理しないといけなかったっていうところがあって、そこをちゃんとうまくはめ込めたっていう ところが自分の中での一番良かったことですかね、はい、なるほど、ありがとうございます。ちなみにワッシャーはどれぐらいいらっしゃったんですか？ワッシャーは1年と半年ぐらいですかね、うんうん、あ、はい、そうなんですね。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとここの動画では大学卒業してから何をしてこられたのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、次の動画では今何しているのか、はい、
かみたいなところのお話をお伺いできればなと思っております、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。